つぶりなのか、いつぶりか分かんないけど、とにかく続けていきます。
休みの前だからって一回も休み入れないっていうのも別どうかと思うんだよの MC でね、もうすげえ感動しましたみたいな感じだったまだ全然威力あるんで、ね、誰か止めろよ、あのセットリスト。来てくれてありがとうございます、最終日全然このままじゃ真意が伝わらないこれが正直ちょっと調子こいちゃったね。こいたね、こいた、まあ、僕ら1本だけなんでね、このアスリーと一緒にやるのは。アスリーはね、4本やってきて、1日目はね、俺とチエコでのバンドでサポートしたんですけど、間2日はね、彼らが単独じゃねえか、別に俺だから、俺全部見たんですよ、初日から。ビルドアップがやべえ。ツアー出るとですね、大体マジックがあるんで、なんかどっかね、すげえ奇跡のような1日がある時があるんですけど、今日すごかった、うん、いやでも本当毎日こうアップデートしてる感じ、今日久しぶりにこんなに日本語喋ってるんでね。マジでちょっとツイートは英語だったもんね、初めマジで、うん、ヨシキみたいなっすよ、ヨシキみたいな。俺母親にご飯いるって言われてノーって言っちゃったから、ね、それぐらいはいいよ、うん、一緒にいると映っちゃうね。まあ本当によかったね、あのこういうことがしたくてやりたかった ね、うん、そうね、なかなか、まあ、前からねアメリカツアーで世話になったね、あのニュージャージーのさ、ニュージャージーだっけ、あれ、あのハーレムで機材貸してくれたバンドが出てん。ああそうだね、ああいうね、彼らとかいろんな人に俺らお世話になりっぱなしで、でもあんまり返せてないというか、返し方もよく分かんなくて、でもなんかこう場所ができるとね、まあ別に今回のダスリーに何かを返したとは思ってないけど、ああそうだね、うん、ダンにはね、リボルバーっていう場所があって、ああそうだね、俺にはネパルって場所がある。俺らリボルバーって曲書いたから、まあ書いたのは昔なんだけど、大昔だね、15年ぐらい前に書いたんだけど、次はね、ダンがネポって曲を書いてくれる。そうだね、うん、OK、じゃあリボルバー、Next song is called リボルバー。
Thank you.
作ってください。